セブンイレブンの食レポー、最近多くねえか、なんか今日はパスタが売ってたんで、初めてちょっとセブンイレブンのパスタをちょっと試してみます。これすげえお腹空いてた時にセブンイレブン行ったら、なんかね、あったので3割引きだったんですが、買ってみました。3割はいくらなのか、これ定価が520円、税込み561円のパスタと、これちょっと見た目わかんないと思うんですけど、蒸し鶏とごまのさっぱり春雨サラダ、3割引きです。これはいくらだ、これはいくらだ、値段書いてあるのかな、198円の3割、ちょっとわかんない。3割引きです。このね、めったにセブンイレブンとかコンビニで買わないので、弁当とかを、今までの人生の中であまりコンビニ弁当食べたことないので、今ちょっと満喫してます。何が楽しいって、この容器とかの工夫、多分ここが穴開いてんだよね。ここがあれ、パッケージを全部出してからレンジにかけて、ここの特殊、ここが開いてるっていうことで、特殊な なんかうまみとかで、なんか調理のあれが出てくるのかとかわかんない、そのまんま、なんか普通にそのまま入れて、言われるままに、言われるままになんだけど、うちの、レンジは600ワット標準なんで、600で言われてるやつだから、ちょっと違うのかもしれない。これは何？パスタって美味しいの？大体。初めてだよ。何パスタって書いてあったっけ、これ。ガーリックトマトソース。うわ、ガーリックトマトソース。だからニンニクが、の匂いがすごいんだ。あ、なるほど。なんかな、これ、普通にフライパンで一回なんか、炒めたい感じがするな。で、今日もですね、こちら、カットレタス生活、カットレタス順調に食べ進めて、今10袋、今日は何袋目だ、もう。1日6袋くらいは多分 6とか7、昨日結局7袋くらい食べたりとかしてるので、レタスの場合はですね、食べてる時にもうお腹いっぱいになって食べれねえってことになるんだけど、ちょっとして、なんかトイレ2回ぐらい行ったらまた腹が減ってくるっていう、そんな感じでございます。あ、ニンニク。なんだこの、美味しくねえな。パスタは完全になんかもう、アルデンテを超えたあっちの世界になってる。温めた時に、これ一番いい状態になるわけではないですね。なんかすっげえ辛。なんか食べたら辛みたいな、なんだろう、チリソースっぽい。っていうか、量が多いよ、マジにこれ。コンビニ弁当は男が食べるもんだからな、基本。量が多いのかな、これ。量が多いよ。ね。なんだろ、これ。美味しくはない。美味しくはない。全然美味しくはない。なんか時折来るチーズの風味の、なんか、なんとも言えない、なんかこう、チーズって感じ。好意的にチーズのことを思ってない感じの、チーズみたいな。美味しくないな、これ。なんだこの、辛い。後から辛い。辛ってくるの、来る。なんだこれ。唐辛子、なんか、タバスコとかがもうかけてあんのかな、これ。熱っ。
ダメだこりゃ。辛っ。まず、辛っ。まず。まず。だめ、シャレんじゃな、これ。まず。何この味。辛っ。じゃあこれ、今回のサラダにはですね、ちなみにビール飲んでるわけじゃなくて生茶、氷がね、氷、もう何回目からめんどくさいから袋に入れた氷をカッコ2キロをここに置きながら、ここに置きながら氷を、うん、これは半額で売ってた、なんかよくわかんない、多分トントロっぽいけど、でもトントロっぽいけどそんな大した感じのしないやつ、今日はこちらで、さっきツナで3袋食べたんだよ。これが安かった稲葉ライト、うん、あの、多分、歯衣のやつを買うと、なんか、検証の、やってないのに歯衣買うの悔しいなと思って、歯衣の検証やってるところで歯衣を買おうかなと思って、検証とは関係ない稲葉を買ってみました。多分、稲葉今、なんだろう、なんとなくイメージ悪いから安くなってるような気が、安いような気がする、ブランドイメージ低下で、うん、うん、なんとかね、このカットレタス 25% 増量がすっごいうざい、うん、短期間に毎日なんか 10袋買って、店に普通に置いてある店に置いてあるやつを2個買って、でも12袋買ったりとかして、昨日は11袋買って33袋だよ、うん、ありえねえ、うん、ただですね、こうやって毎日レタスの6袋とか7袋とか食べてると、なんかね、健康にはいいみたいで、あ、こちら蒸し鶏、ちょうどいいんじゃない、これ量が多いよ、これ、このさ、パスタとこれで、なんか男が、独身の男がコンビニのご飯を食べる的な気分になって浸ってみようかなと、一回絶望してみないと、うん、何これ、うん、なんかね、中華風の味、うん、デパ地下ならこれがキクラゲじゃなくて多分本当のクラゲなんだろうなと思う、春雨だよ、クラゲじゃなくてキクラゲ、でも味がなんとなくこのこれ系って酸っぱいでしょ、なんか中華風酸っぱい系の味なんで、別にわかんないかな、キクラゲでも値段が10分の1ぐらいになるんだったら、うん、
歯ごたえが若干違うぐらいな感じで、198円じゃ多分無理だもん。本物のキクラゲの、あ、キクラゲのクラゲのレースでのやつ、ナスパ苦手、酸っぱいね。こいつこれだけだったらマジでなんかもう絶望しかないわ。ね、これですかみたいな。ね、でも自分で選んで買ってたんだけどね。で、まあ、ドレッシングは、ね、ドレッシングの減りが半端ねえ、これ。こんなにドレッシングって使うんですかっていうぐらいなんか減るよ。もう素晴らしくない？なんか、うちドレッシング1本減らすのに結構かかってたのに、こんだけなんかのレタスを食べてると、どんどん減ってきます。シーザーサラダがなんかもうこのチーズ臭の味がちょっともう、ちょっと嫌になってきて、味変してる。これが、深入りごま。黒酢玉ねぎが、いいね、一番。黒酢玉ねぎがいいんだけど、黒酢玉ねぎは高いので、懸賞に応募するために買いました。懸賞に応募、ちょうどなんか、キューピーのドレッシングも1本買うと、なんかに応募できるっていうのがあったんで、この機会にと思って、まあ安いから、さ、この、ザ、アイランドドレッシングとか、シーザーサラダよりも、コールスローだっけな、なんか、ただ白いやつ、あっちの方が安いんだけど、あれに、まあ、ちょっと、苦手なんで。でもね、気分を変えていかないと、ちょっとこの、こいつが食べたいなと思ったんで、今回これにしました。4本。これなんかの食堂でたまにあんじゃん。好きなドレッシングのわがままじゃねえのって思ってたんだけど、いや、必要だね、ドレッシングって。はっきり言ってレタスとこれだけでいいよって。まずね、まずいよ。全然だよ、進まないもん。んと、これを。いや、リメイクするにしても、こんなになんか、タバスコみたいなのかけられちゃったら、どうにもならんよ、これ。ああ、白いご飯が食べたい、うちの白いご飯が。土鍋で炊きゃいいじゃんって。全然セブンの食レポになってないじゃないかと。レタス食べてんじゃねえのって。美味しくないんだもん。パスタダメだね。もうちょっとなんか、頑張ってほしいね、これ。マジで辛い。ニンニクの味が。無駄にムーンとニンニクの味。ニンニクをダイレクトに、ニンニクみたいな入ってる、ニンニクチップスみたいな。
油ですよ。オリーブオイルにニンニクの匂いをさせるぐらいならいいけどさ、がっつりこれニンニクチップスみたいなやつが入ってるっていうさ、もう避けて、ニンニクは避けて、避けるしか、あ、これ、あ、これダメ。なんか手に持った時にむっちゃ思ってずしってくれなって思ったんで、ずしっと、量が多いね、量が、うん、そういえばだからあのガチのさ、独身の絶望ラインコを見たら、あっち普通に動画出して55万回再生とかさ、ショートが100万回とかでしょ、ガチだとすごいいいんだって。なんかガチでもなんか量がすごい、食べる量がすごいなんか少ないからさ、あの人なんだろう、なんか食パンみたいなやつ1個、あ、郡山名物とか言って食べてたけどさ、え、あんなんでいいんですかみたいな、そりゃ金かかりませんねみたいな、うん、結婚したらね、あのよく食う嫁にかなりなんか金取られるよっていうか、あの食費持ってかれるよ。自分一人だったらさ、あ、でもあいつ酒飲むからそうでもないのか、うん、酒飲む。あ、これはですね、もう食べたくないのに量を食べるっていう感じで、わんこそば形式で、もうあのこう空きスペースができたらカットレタスをこう入れ込んでいかないと、なかなかね量は食えないんだよ。普通にしてたんじゃね、はいおしまいみたいになってしまうので、もうついにもうノルマ的にはこう短期間で取らなきゃいけないから、最悪はとりあえずこのバーコードを取って、なんかジップロックかなんかに入れて保管すればって思ってるんですけど、短期間に検証のために食べていかなければいけないので、もうすげえ頑張ってんだよ。ただレタスね、いっぱい食べたとしても健康にはいいですよ。お通じが良くなる、そして眠くなる。レタスはねとても体にいい。もうガチです。これ土壇地で食ってるところ、これ見て、日にち1日ぐらい前後するかもしれないけど、俺も7月13日のもので賞味期限的には18日じゃダメなんだよ。検証が7月17日までなんで、それまでになんとしても14袋、1、2、3、4、5、6、7袋、あと多分昨日食べたやつだ、どこその辺に置いてあるの。検証は集中力が必要とされるので、子供がうろうろしてる時にやろうとすると、なんかね間違えちゃったりとかするんでね、一人で集中してやらなければなと。あー、ここにあるわ。あ、重ねてしまった、箱の中に。これです、これ。検証、何の検証って分かんない人にはあれなんですけど、この3種類の中の、このカットレタスが一番安いんで、これ100円なんですね。税金入ると110円とか108円とか、こんなにバーコードがあるんだよ。バーコード貼る欄がある。あの2枚で一口なんですけれども、全部貼りたい。ちょうどこれは7月12日、ハイペースで食ってます。
はい、ハイペースで食ってます。あの多分お店も何みたいな、最初買いに行った時は2袋あったっつって2個買って、その次の日行ったらもう1袋しかなくて、で、その次の日行ったら2袋、あ、もうその次の日からはあるかどうか在庫を確認して取り置いといてくださいみたいな、2袋押さえといてくださいって言って、でその時にあの注文しますかみたいなこと言われて、はい、じゃあ10袋お願いしますって言って10袋頼んで、あ、ちょっと10じゃ足りねえなと思って、2日連続10袋でも大丈夫ですか、大丈夫ですって言って2日連続10袋で、あの別にお金とかはいいんだけど、毎日その店に通わなきゃいけないっていうのが、まあそんなに遠くはないんだけど、毎日そこに行かなきゃいけないっていうあれがね、やっぱこれ1日でも遅れると申し訳なかったりとかするから、毎日行かなきゃいけないから大変でした。もう今のところなんかもうほぼ1週間のうちの 今のところ5日ぐらい通って、1日だけ行かなくて済んだ日があったんだよね。うん、金曜日の日、明日行けば、でも毎日行ってるような気がする。もうなんか顔なじみみたいな感じ。すっごいなんかあのドラッグストアってものすごいなんかの謙虚というか、すごいなんか頭のいい人がドラッグストアにはいるんで、薬剤師の人がドラッグストアでしょうがないくレジを打っているっていう感じなので、普通のレジの兄ちゃんとかアルバイトとかパートの人よりも全然いいの、優しいの。基本的になんかこう薬とかを買いに来る人って心も体も弱ってる人が多いから、まああの普通の頭のいい、ただ頭のいいだけじゃなくて思いやりがあって頭が良くて、っていう人なので、ドラッグストアね、実はものすごくね買い物するといいんですよ。で安い、値段も、まあ、コンビニよりも全然安いと。で、私はね、ちょっと衝撃を受けたんですけど、コンビニで、あの、1個買うと、このセブンイレブンでね、1個買うと1個もらえるっていうドリンク、単純に68円とかで売ってたから、いや、それでもドラッグストアで2本買った方が得じゃん、みたいな。でもですよ。でもです。あの、セブンイレブンっていうか、コンビニにはまたコンビニの、なんか通う、足しげく行く。まあなんかあの、単純になんかさ、メルカリ出しに行かなきゃいけねっていう、もうくだらないんで、私の場合、じゃあ、お前すげえ儲かってんだろうって思うでしょ？違うんだよ、メルカリはね。300円なんかで売って、メルカリなんか、あの、あんじゃん、セブンイレブンのやつで、送料が200円くらいかかるから、100円にもなんねえんだよ。300円で売る、手数料が30円取られる、270円でしょ？送料が220円くらい取られる。50円のダウンに行くんだよ。で、これを買って帰ってくるって。絶対赤字でしょ、これ。行くだけ赤字でしょ、マジに。悔しいよね、マジに。セブンイレブンに行く理由。あ、そうなの？って。そうなの。だから、行って、なんか買って帰ってくるから、大赤字なんです。もう悔しいから、動画撮って、るっていう感じ。あ、こんなもん別に、特別なあれでもないんで、何がしたいんですか、あなたって。いや、なんかこれでさ、食レポの分野を開拓できればな、とか。そんなことまでは思ってないけど、とりあえず、一本通りしときますわ、みたいな感じ。何かの役に立つ。これまずいから、全然なんか進んでいかない。でも、残すのはあれなんで、昨日のなんかあのチャーシュー丼とか、あれもご飯が結局全部食べきれなくて、あの上の部分は全部サラダに乗っけて食べちゃったんで、上はなかなか良かったんだけど、ご飯が全然進まなくて、翌日、家族が食いました。家族で、ちょうどなんか、ご飯が残っ、なんかね、2合しか炊かなかったから、ご飯が、なんかね、結構、ちょっと、中途半端にしかな、残らなかったらしくて、昼だか、朝だか、ちょっと、あれなんだけど、中途半端な時間になんかうち、バカッパだよ。だから、今日の夕飯って、4時くらいに食ってたからね、あの、二人。4時に夕飯でありえなくね？病院だって
て5時でしょ。早くね、一人でずれてんの私。いや、ずれてる。私はね、今は、まあ、ずれてるっちゃずれてるんだけど、いや、4時おかしくね ?4 時。おかしくねマジに。で、その横で私はなんか、黙々とレタスを食ってたっていう、その4時おかしくねと、おやつ感覚に私はレタスを食ってる。頑張ってるよね、これ。マジに。頑張ってるよね、これ。ちょっと。これから、まず、残りも食べていかなきゃいけないんですけど、これなんかね、咀嚼音をずっとやるのもね、申し訳ないな、みたいな感じなんで、なんせ編集しないからさ。まあ、とりあえずレタス生活で、今、これでもレタス生活って検証生活なんですけどね、レタスで何を学んでるかって言えば、まあ、ドレッシングをこう、4種類。まあ、もう飽きるんだよ。飽きるんだよ。単純な味だから。ドレッシングでなんか気分を上げていく。上に乗せるもので上げていく。まあ、ツナとか、あとハムも乗せてみたりとかしてますわ。でも、まあ、プレーンのレタスを食べてれば、多分もっと、なんだろう。ダイエットにもなるんじゃないかと思うんですけど、その上に私はなんか肉とか乗せたりとかして、うん。なんかどこぞで買い物をするときについでに、このドラッグストアは肉とかも売ってるんで、その肉がいい感じで私が行くときになると 20% とかオフにはなってたりとかするんで、なんか 50% は確実に半額は絶対買うっていうスタンスで臨んでるんで、半額は買い。でもね、オージーとか買いません。どんなに安くても。アメリカ産は、いいの。米国産って書いてるやつは、まあ、ギリオッケー。豚肉だったら、まあ、オッケー。だって、イベリコ豚が、イベリコは、スペインなんですけど、スペインもちょっと、嫌かな。なんか、ちょっと、あと、鶏肉は、タイ産とか、ブラジル産とかが、安いんですけど、ちょっと、鶏肉のタイとか、ブラジルとか、ちょっと、一応国産って書いてあるやつだったら、半額、まあ、半額にならずとも 20% だったら、まあいいかな、みたいな感じで買ってます。はい。まあ、基本的にあんまり肉は食べないっていう、うちの、なんか、やつらはあんまり肉を食べないので、まあ、魚とかなんだけど、魚をね、調達するのは割と大変なんだよ。魚は結構、売れるのが早いし、残ってる魚を買おうとすると、なんかなんだろう、ドリッピーなやつ。かもう汁がさ、こう、くるっていうやつで、ちゃんと梱包して、なんかビニールを20ぐらいにして持って帰ってきても、エコバッグ、にちょっとなんかそのウェッティーなそのドリップがさ来たりとかするから、もうくさって一回あんななんかドリップがエコバッグかなんか染みついたら、もうすっごいもう翌日もありえねえっていうぐらい臭いんでね。なんかまあこのコンビニの弁当のレビューをしつつ知っていてですね、独身のやつにこうドリップの話をしても通じないとは思うんですけど、はい。だから、最近、ちょっと、冷凍の弁当、全然でも冷凍の弁当、まだ全然食ってないっていうね。もう食い進めてもいいんじゃないのって。でも、冷凍弁当ってね、値段が一食割と高いんですよ。なんだかんだ送料込みで、一食、なんだかんだ1000円ぐらいするんですわ。だから、ちょっともったいなくてまだ食べれてないっていう。保管するのに冷凍庫と、で、電気通して、保管して、まだ食ってないの？そうなんですよ。土壇期に、ガーッと、食べ進めてレビューをしたいなとは思ってるんですけど、あとスポットで、子供の朝ごはん、かっちり朝ごはんを食べさせたいっていうプロジェクトでですね、まあ、なんとしてでも、ちょっと、まあ、コストがかかったとしても、朝ごはんを食べさせて、この成長期の、まだ、時期に、身長を、せめて私と同じぐらいは、ちょっと抜かしてほしいかなって、
同じぐらいにはいてほしいかなと。私は168なんで、抜かしてほしい。170ぐらい行けば OK かなと。まあ、遺伝子的には、うちのあの黒子自体が175、176ぐらいかな。まあ、割と高めで、私の、これね、あの、男性の遺伝子が身長が180あったとしても、女性がむっちゃ低い人、156センチぐらいだと、まあ、あの、男、だいたい170センチぐらいで、ちょっと行き止まったりとかするんです。で、170ぐらいの男だと、だいたい見え張って、身長171とか2とか、その2、とか1とか下手すると3とか四捨五入でいけりゃ174つって170センチあるかないかで私と大して変わんねえなぐらいだったらお前それ四捨五入ですかみたいな感じなんだ。だちょっと四捨五入はちょっと言い過ぎちゃったかなぐらいな感じでだいたいね172ぐらいに言っといて結局は168ぐらいしかないっていう人がほとんどなんですけど、で身長は婚活に関係ありませんとかっていう人いますけど、重要ですよ。自分の、もし子供の子、大体の人は結婚する意味っていうのは、あの、子供を産んで育てるっていうのを目標にしてるわけだから、目標っていうか、あの、するわけだから、子供に、その、劣等遺伝子がいってしまって、子供が背が低くなれば、自分のコンプレックスそのまんま、あの、行くんで、相手のコンプレックスがそのまま子供にも受け継がれるみたいな感じになるから、いいことではないと思うんだよ。ちゃんと。だから、あの、ちゃんとしないと。で、高身長で割と、いい感じに、うちはだから、まあ、身長はどうにもできないからね、努力では。努力ではどうにもできないんで、まあ、遺伝でね、ある程度決まって、あとはだから努力だよね。ちょっと、こう、姿勢を伸ばすために、なんかこう、身を正すじゃないけど、まあ、整体とかで伸ばすとか、あとはストレッチとかで骨をこう丸まらないように伸ばしていき、そして成長期に、なるべく体を作って大きくいくように、栄養バランスの取れたものを食べるとかぐらいだったらかなっていう感じですね。ということで、セブンの食レポ、これはですね、高評価なのか、高評価シリーズなのか、あの、全然人気でいいのか、あれですけれども、あの、食レポ、まずい！まずい！これはまずい。たまに美味しいものもあったりとかして、でも、同じものを、なんか買うに至らないんだよ。なんか、とにかくコンビニ行って、行くたびになんか、すごいバラエティ、豊かで、で、一番ビビったのが、私がよく行くコンビニ、そのセブンイレブンなんだけど、むちゃくちゃなんか塩ラーメンみたいなやつ、こうなんか、ちょっと長っぽそい、カップヌードルみたいな感じの、こう器のやつ、セブンプレミアムみたいなやつ、あれがさ、すげえなんかあの、こう、上の、棚の上の、目線から全然上、こんなとこ見てる人いないでしょみたいな、ちょっと時計を見るみたいな感覚の首を上にコクってやった時にしか見えないような位置に、ブーってこう、店中のブーってこう、置いてあったんだよ。やべえ、これ、地震来たら絶対これ落っこってくんべ、みたいな感じの、ドーって置いてあるのが、日に日にあれ減っていくんだよ。だから多分ね、バカ売れして、仕入れても、商品補充にこう、結構、バカ売れ、してるとバックヤードに置いとくのもすごいちょっと探すの大変とかバイトくんがちょっと大変みたいな感じで多分分かりやすいところにここにドアーッと積んで置いとくんだなみたいな、それがこれご発注ですか間違えちゃったんですかみたいな感じで思ってたら昨日行って今日行ったら減ってるねこれこんなに売れたってことってこんなにあれ減ってるわみたいな感じでなんかねいろいろコンビニも、なんだかんだ言ってコンビニも、どこ行っても同じように見えるかもしれないけど、オーナーの、やり方次第だと思う、マジに。
これ単純に半額とか値引きがある3割で買ってるんだけど、3割とかがあるだけでもなんか行くっていうので、やっぱなんか一番近いところよりもちょっと遠くてもそこ行くってなるし、きっかけにはなるわけで、しかもこれフードロスにもフードロス削減にもつながるわけだし、いいと思いますよこれで。買って気に入ったらその人がリピーターになるかもしれないし、なんつったって別に半額とか3割とかで買ってて、そうするとお前はこのコンビニで利益にならない感じだろうって思うかもしれないけど、実際に行って余計なものとかも買ってるんだよね、なんだかんだと。いいやもうコンビニでみたいな感じで、もうスーパーもすぐそこにある。別に夜に行くから安いっていうわけでもないんだよ。その時のタイミング、なんかこの発注かけてたものの賞味期限から何時間みたいな、廃棄の時間の何時間みたいな感じでの値引きになるんで、いつ行ってもある時はあるし、みたいな。なんか、午前3時に賞味期限切れるようなものだったら、それは行く時間は何時に行けばバシッとこれ3割とか。まあ、それでも入れなかったら、この3割でも残ってたら、ある程度の時間が来たら、5割半額になったりとかする原理なんだけど、賞味期限が、まあ、コンビニなんで、3便ぐらい来るのかな ?1 日、多分、もの弁当とか、なんかの、こう、運んでくるやつ。あと、なんか、宅急便の集荷とかも含めてですね、3回ぐらい多分ね、なんか、本部から送られてくる便があって、そこになんか乗ってくるものに対しての、なんか賞味期限みたいな感じになってくるんで、もう、ものすっごい量、商品の量がすごいんで、なんか、枝豆とか焼き魚とか、まあ、こういうサラダにしても、もうものすげえ種類の量があるわけですよ。うん。なんか、ごまのなんか、なんだろうな、とにかくすごい量の、あれがあるんで、それが、こういう、ね、食べ物とかだったら、露骨に賞味期限がこう迎えてきちゃったりとかするんでね。まあ、なんだろう。3割になってれば、とりあえず買おうみたいな感じなんで。もう、フラットに値段が同じだったら別に自分の趣向で美味しいって思うもの、食べてみたいとか思うもの買えばいいんだろうけど、そうすると私結構偏食で好き嫌いが激しいから、同じようなものしか買わないわけですよ。ポテサラとかさ、なんかスパサラみたいな、サラスパみたいなやつ、マヨネーズチックのやつとかしか買わないから、こんなん絶対買わないわけですよ。でも、これの味をね、知っとかなきゃいけないわけですよ。うん、で、今こうやって食べてて、まあ、ダイレクトに箸つけて食ってるからあれなんでしょうけど、まあね、これ別にほら、家族だったらさ、食べてもいいわけじゃん、別に。これ。うん、はい、ということで、一応本日もちょっと頑張ってですね、これレタスクラブマジ頑張ってる。これから応募活動していきたいと思います。食べながらちょっともう結構お腹いっぱいになっちゃってて、食べながら、いやお前なぜにこんなんでお腹いっぱいになるんだろうって思うかもしれないけど、私はメディカルダイエットやってるんで、結構ね、口ほどにもなくすぐ腹いっぱいになるんだよ。これがなかなかいい感じ。あと食べる時間とさ、その食べてるものの、質を改善して、運動を取り入れるとパーフェクトになってくるんだけど。そんなもん全部めんどくせえんだよ。だいいんだよ、別に。うん。長生きしたいって思ってるわけでもないし。うん。まあまあ、そういうことで。ということでですね、これ、応募、頑張りたいと思います。はい。